はい、えー、ということで、事前調査、木更木賞いきます。えー、その前に、えー、先週の、先週じゃあ、今日ですか、えー。今日ですね、シルクロード。えー、前回の予と短距離反省化して、えー、馬券、うまいこときましたね。梅木ステークス当たったんですけど、こちらちょっと買い方反省ですね。ということで、振り返ってみましょう。シルクロードステークス。えーね、前回、ローネル・ベローチェ本命にして相いて、4等に流したら、切り4等決まりました。と 今回学習してボックスにしましたね。これ効いたね。いやー、ラインスピリットだけ綺麗に飛んだ、これ。うん、うまかったですね、このワイドボックスは。ええー、ええー、ええー。よかったと思いますよ、これ。買い方の雑にしても。これ三連服とかね、三連単こうてたらもっと儲かってたんやけど、そんなこと言ってらんやからね、そんな結果のね。はい。ということで、ダンスレクター、スタート良かったですね。えー、で、えー、後ろ、溜めて溜めての、候補一気。 まあ、先行争いちょっと激しなるって読んで、えー、うまいこと、これ、豊たさん、エスコートしてくれました。はい。で、えー、まあ、セカンドテーブルも、えー、ある程度前目つけていけば。で、やっぱ、声援構成。強いっすね。ちょっとこのままびっくりしたね。ええー。あの枠からでも、うまいこと競馬しますね。ちょっとこれやっぱ力今つけてますわ。えー、ええー。いいですね。 で、ラインスピリットですね。ええー、と、どうでしょう。森一馬くん、えー、下げて、ちょっと外持ってきたかったんかな。思ったよりね、うちはなんか、最内ちだけちょっとあれ取ったのかな。もうちょっと外に出したかった競馬やと思いますわ。ま、あでもごち着くれたら十分ですかね。ただやっぱあの馬にとっては、後ろ下げての競馬はやっぱ無関よね。 ねえ、水や借金できる回ではそれほどノーマでもないんでね。まあ、今回33号出てますけど、ちょっとこの競馬じゃない気がしましたね。せっかく打ち引いたんでね、もうちょっと前目つけてもよかったんちゃうかなと思います。で、えー、っと、もう鼻から切ってたソルベイグ、えー、あるいはネロ、えー、あとブランボヌールですね。こちらが、えー、っと、 掲示板すら乗らなかったことに、えー、嬉しく思っております、えー。予想通り、京都のこの場は合いませんってことで。まあ、ソルベーグが逃げたのもちょっと予想があったんですけど。まあ、この馬は次。えっ、ー、とね、ちょっとタフな馬場。エ、えー、ネルもそうですけど、期待しましょう。ブランブーネルのね、この場はほんまに合わないと思ってます。ね、ペースも、えー、まあ、34秒ぐらいですか。前半逃げたけど、これでもやっぱり残れない。えー、これ やっぱりパパが覆ってません。他のも前目残してるよね、ダンスディレクター以外。それ考えたらね。はい。ということで、まあ良かったですね。えー、で、もう一個ですね。ネギシちゃんですね。こちらね、まあ、ここの買い目はまあ悪くないですけど、ここですよね、問題。三連単ですよね、これ。これね、 ぷくやったね。ぷく 6000×10 点でしたわ。これ、ちょっと。まあ、3連単の方が面白いんですけど、やっぱここ3連服ですわ。本当に儲けようと思ったら。えー、っと、マネギシステイクスですね。まあ、えー、っと、着順。 ですね。で、まあ、本命対抗単勝で買うのは問題ないんですけど、えっ、ー、と、次、3番って一応カウジテイクをしてるわけですよね。私ね。で、ってことはカウジテイク頭の可能性、キングズガードと、えっ、ー、と、もう一匹ベストマッチよりはまあ可能性あるってことなんで、カウジテイク、あの、売れ行きやったら明らかに3連と頭で来たら安いの分かってたんで、ここはやっぱ買うとしたらプクのボックスだったんですよね。 はーい。ちょっと励ましたね。うーん。やっぱこの買い方の問題ですわね。プクやったら6倍付けたらもう買ってたね。取り紙はしてなかったんで。そうですね。カウジテイブがね、これね、4、5番って評価ぐらいでね、紐に来るかどうかやったら3連単ボックスを間違いなく覆ってるんですよね、買い方ね。ここちょっと話せですね。これだけで全然変わってくるんでね、これ6倍したら12万ぐらい買えてきたわけでしょうん。 ちょっと反省やね、これ。こっちですね、やっぱり言ってたようにね。うん、こっちですわ。で、これね、結果論ではないんですよ。カウジテイク一着やからではないですね。はい、先ほども言った通り、えー、3番手にカウジテイクで評価してるんであれば、カウジテイクのオッズ見る限り、3連単頭売れてます。ということでこ、こ3連服ボックスが正解です。 で、えっ、ー、と、一応、三連服ボックス、ちなみにやっぱ見てみるとですね、えー、まあ、この5頭ですよね。はい。こちら見てみると、やっぱこのカウジテイクと、まあ、ベストマッチョからのあれが一番人気だけが、ま、あ鳥メなんですけど、それでも、ね、6倍、6倍ちゃうわ、60倍かしたら、全然取れるオッズやったんで、 これちょっと反省会ですね。これがね、5番人気の方が頭来やすいよとかやったらね、サーネタボックスでよかったんですけどね。もうこの辺にしておきましょう。これ結果論じゃないんで、これはちょっとほんま今後の反省だと思ってますわ。もうちょっとプクとタンのね、買い方ちょっともう一回、ね、初心に帰って頑張りたいと思います。で、えっ、ー、と、こちら、ちょっともう一つ言わせてもらうと、ネギスティクス、まあ、カウジテイクの素足が評価されたんですけど、まあ、出遅れてあんだけね、頑張ったんでね、ちょっとまあ、 強いなと思ったんですけど、こちらえっ、ー、とまあベストオリアもね正直勝ちパターンだと思ってたんですけどね。まあちょっと金条待ってちょっと最後足にぶったかなでもあれはいい箱ベットと思います。うんあれしかないと思ってた。まさにベストでしたあれ。でもう一頭ねここえっ、ー、と評価したい馬なんですけどエイシンバックですね。エイシンバックのが強かったと思いますよこれ。 まあ、顔でテイク出遅るわけですよね。で、まあ、衛進抜拳ある程度イースタート切って、井戸田君がやっぱ、手綱いいんでしょうね。抑えてます。ベストオーレは前目につけます。で、ここからですね、4コーナー回ったとこですね。えー、ここストップモーション流れますか いきますね。これ、カウジュテイクいますね。で、その後ろ、シンバッケン、最高方にいますね。で、まあカウジュテイク、ここから外回して、えー、勝ちパターン入るわけですよ。まあじゃれも邪魔されないってことでね、良あっても。まあ長い直線東京なんで、ジャンピオンのカップよりは間違いなく良かったと思います。運べよね。で、この衛星バッケンですよね。このオレンジの一番外ですね。えー、こちらですね。こちらこそ絶望できない位置だったと思いますよ。えー、カウジュテイクはね、この外でね、これですか。こちらでね、まあ不利な状態なんですけど、シンバッケンですよね。これね。ちょっと中入ってね、こちらですね。 これですね。で、これスプーン押しれますかカメラさん。ちょっと待ってくださいね。残り200ですよね。残り200。えー、カウジテイクもほとんど抜け出します。衛、え、震、ー、バッケン。まだここいます。バグの中。壁ができて通れない状態ですね。えー、残り200でね。まあ、カウジテイクはある程度2、3と抜いとるんで。まだ、あとここら辺の馬だけですよね。衛、え、震、ー、バッケン。この壁がある中から。ここですよね。 この、もうほんま、残り100メートルまでまだ10番って12、3番って言いますわ。最後このキングズガード抜くわけですよね、3着に。これすごい強い競馬やったと思いますわ。ちょっと岩田くんのちょっと判断ミスもあったんですけど、えー、あのバグなんか壁ができた中で、も残り100メートルでまだ10何頭いました10頭ぐらいいましたかね。よく差し切れたらなと思ってね。 ちょっとあれびっくりしたね。足も多分これバグンで壁作った時にちょっともがいたせいで30秒9かかってますけど、これ強かったなはやっぱ最高峰からんでね、4コーナー最高峰ですよね。うん、これカウジテイクで評価してもええんちゃうかなと思ってます。まあ確かに2足離れたんですけど、いや、ちょっと強かったと思いますわ、これは。はい。で、えーと。 と、まあね、これ、キングズガードきっとあれですね、お約束の135馬券ね、135番人気馬券。135大営業か思ったんだけどね、まあ最後させてくれて。あれこれ3連単もしかして134番人気やったら、あかんかったんちゃうのって思ったんですけど、実はね、3連単も結構もろいもんでね、人気通り来ないですよね。おっつがね。えっ、ー、と、こちら、135の馬券やったら13番、えこんだけ、おてんなおてるおってる。135の馬券やったら8740円なんですけど、これ、 134円のに9300円付いているということで、わずかに儲かりました。ありがとうございます。はい。ということで、ここら辺にしときますね。これはあと事前調査遅れるんで。はい。えっ、ー、と、ここら辺で終わっておきます。えっ、ー、と、とりあえず、これですね、言いたかった。えー、ちょっともう一回、概い方学習します。はい。で、えー、ここからですね、お待たせしました、事前調査ってことで、えーと、北柳賞ですね。えー、正直、 長々とこんなね、前振りしたんはね、正直、木更木賞、内容ないんですよ。ごめんなさい、ねはい。もう、木更木賞って大体、硬いレースなんだよで、ある程度も、い馬しか出てきません。大、え、体、ー、いいこ頭数少ないんは、大、え、体、ー、いい中途半端なのは出てきません。もう、鶴に負けるの分かってるんで、出てこないっす。はい。ということで、もう、素直に、運命ですね。あ、賞金となりましょうか。 はい、賞金中、プラシナボイスがトップとなってます。あとはまあ、ちょこちょこと、あと2勝馬もいる。2勝馬5等、4等、4等いるんですかね。あとダンビュライトが重賞2着かなんかなったんで、賞金加算してますってことで。えー、こちらも本命いいでしょうこれ。1点どうでしょう ?3 勝1.3倍、4倍くらいですか佐藤の朝本命。もうこれ、たいと思いますわ。去年の佐藤ダイヤモンドぐらいのレベル。ちょっとそれール落ちるかもしれんけど、それぐらいの能力あると思います。はい、十分でしょう。 で、安城河徳君から誰乗り換えるんかなまたここ、えー、京都勤まり得意の浜中君大丈夫だと思います浜中君でも大丈夫だと思いますで前奏ですねこれ一応後押しときましょうか500万ね阪神まあちょっとこの日はバばある程度早かったんですけどそれにしても2歳500万で32秒7って京都でもまあ出えへんぐらい流れてたね はい。ちょっとびっくりですね、これ。でも、カー田くん、残り100メートルで、も後ろ耳歪みだったんでね、それでも十分ですよ。もう流してたんです、最後。流してこのタイムなんでね。ちょっと抜けてます。多分1.3倍ぐらい。1.5倍だったらやほうちゃうかな。太鼓なんですけど、太鼓ちょっと丸まれてます。ムーブ・ド・ワールド上手してます。まあ、えー、タッチングの弟で前走、えー、トースポーサイ本命してたんですけど。 はい。えー、っと、そうですね。新馬戦でも評価してたんですけど、やっぱあの、えー、エアウィンザーとか、そこら辺勝ち上がった馬に対して勝ったってことで、新馬戦ね。で、前作もブレスジャーニーとかに負けただけでバブンを絞ってたんで、えー、不向きな中、よく頑張ってくれましたってことで、えー、今回、休み明けですけど、問題ないと思います。はい。こ果勝たんとね、ちょっと次見えてこないんで、で、500万飛ばしてここ出てくるってことは、多分もう賞金もらいに来てるの間違いないんで、見えてるんで、多分勝負しに行きますね、ここ。はい。じっくり待った回はあると思います。 はい。ディープサンクなんでね。ここはもう十分でしょう。材料的に。でですね、ここ、正直この2頭で、ワイドとかコードも全然安いと思いますね。多分2倍使うかもしれない下手し。ってことで、ここ、もう1頭絞りましょう。ここ、正直勝負するなら僕3連覆1点割りでもいいんじゃないかと思ってます。はい。で、えーとですね、アメリカンズトップと、えっ、ー、とね、タガナッシュラ。えー、あと、プラチナ・ボイス。ここですね、残り2勝は。えー、このレース、とにかく2勝は2勝馬ですね。2勝馬、ほぼ。 頭か、連帯ほぼ絡んでます。過去3年4年ぐらい見たかな2勝馬ほぼほぼ絡んでますわ2勝馬で来ない馬ってのはちょっとね京都戦足と合わない馬がおったりとかねそういう馬だけですわ他はほぼほぼ来てますはいということで実績のある馬から狙いましょうってことでここもう一度誰にしますってことなんですけどアメリカンズトップ見る限りちょっとやっぱあれかな 坂があるとか、中京とか阪神1008で、まあ、勝ってるんですけど、そっちの方が多分向くんじゃないかなと思って、決闘的にもね、正直この京都1008で合うと思ってないんですね。2勝してるんですけどね。で、えー、っと、まあ、ああとダンビライトも、えー、っと、まあ、前走地を負けただけなんですけど、こちらですね、えー、っと、多分ね、ルメちゃん今は乗ってないんですけど、ルメちゃん多分、東京新聞配管、 行くんじゃないかなぁと思ってます。あ、ちゃうわ、ちゃう、ごめんごめん。ちゃうちゃうちゃう、ごめんすいません。ムーブ・ザ・ワールドだね。ごめんごめん。ムーブ・ザ・ワールドに多分乗るんじゃないかなと思ってるんで、こちら、多分ルメール以上の馬乗せてくれないんで、馬、ちゃうわ、人か。多分きついでしょうね。はい。で、まだ左回しか実績残してないってことなんで、確かね。ということで、ここもう一頭まあ、大体こちらも人気出ると思いますわ。えー、プラチナボイスをしておきます。 こちら対抗にしてもいいぐらいだと思ってます。えー、っとね。まあ、前回京都2歳の時に紹介したんですけど、えー、京都2歳の時は正直評価そんな上げてなかったですね。えー、っともう、はっきりとわかりますね。えー、もう4角には弱い。2角、しかも京都1008 2回勝ってます。これはもう、もう1回来るでしょ、これ。はい。3着はいけると思ってます。馬券圏内に。 前奏ね。やっぱ、二角が向きん、向くんちゃうかなって予想してるんですけど、やっぱ、四コーナー周りじゃきついんでしょうね。えー、何回ここ回らされるのって多分怒ってるんでしょうね。えー、またコーナーあるので怒ってるこれ。ワンターン、京都戦8で、絶好の舞台だと思います。2勝してるんでね、そこでね。で、えっ、ー、と、未勝利追い込んで、えー、次、前目で競馬して勝ってます。おそらく時代はあると思います。 ええー、まあ頭でもいいんちゃうのと思ったんですけど、やっぱ、里奈々さんに勝てないってなると、暗示が和田流なんで、えー、また和田流、ちょっと正直、重傷もういいでしょう。ミッキーロケとかあったんで、ここはちょっともう3着で頑張ってください。ということで、えっ、ー、と、3連服ですね。買うならこちら。えー、多分何倍でしょう ?5 倍 ?5 倍つくかなアメリカンズトップ度でもね、高野あしらタービュランとかそんな人気出ると思ってないんですよね、正直。5倍ぐらいですかね。もうちょっとあれかな。7倍ぐらいあったら勝負しましょう。はい。え、この3等でいいでしょう。 今んとこね、なんかアクシデント、暗状変わったりとか、なんかアクシデント、外入りすぎた。まあ、外11頭やから、そんな外関係ないと思うけど。はい、なんかアクシデントあった場合は切り替えるかもしれませんが、とりあえず今んとここの3頭も結ほぼ決定です。はい、ということで、えー、っと、京都、え京都記念ちゃうわね、これ。秋田役所は以上で終わります。ちょっと結局なかなありましたけど、ご清聴ありがとうございました。 でえー、と東京新聞杯は別口で取るんでこちらもよろしくお願いしやす。えー、以上で終わります。